東京渋谷区代々木。少女の名は神崎まりか。あなたを非日常へと導く媒体である。まりか。母さん。悪いんだけど。お使い、うん、勘のいい娘を持って幸せだわ。夕飯のおかずでしょう。卵、お米。駅前の冬木堂で牛肉を買ってきてほしいの。今日の夕飯はマリカの大好きなシチューよ。かったるいな。嬉しさ半分ってとこね。年寄りじゃないんだから早く行ってきてね。はい。命は煮込む時間。早く帰らないとね。マリカちゃん。恵子。灰島恵子。マリカのクラスメートである。買い物？ドジな母親のフォローよ。お母さんのことそんなに悪く言っちゃダメだよ。恵子って返しがストレートなのよね。そうそう。ところでさ、マリカちゃんって超能力とか信じる方？今日テレビでやるのよ。すごそうなの。何言い出すのかと思ったら、超能力なんてインチキの話？決めつけちゃうんだ。うん。だって本物ならテレビなんて出ないもん。でもさ、もし自分が超能力者だったら面白いだろうね。まあね。ね、マリカちゃんがもし使えたらどうするの？私？そうだな、学校行くのやめちゃう。はいはい。超能力が使えるならつまんない毎日とバイバイね。好きなものいっぱい食べて面白いゲーム死ぬほどやって。はいはい。稽古のペースに乗ってるよ私。で、そういう稽古はどうなのよ。使えたら、うん、そうだな、正義の味方になる。何よそれ。ほら、最近嫌な事件がいっぱい起きてるでしょ。爆弾テロに毒ガステロ、悪いのは偉い人にもいるよ。汚職とか。まあね。だからね、私正義の超能力でそんな悪い奴らをやっつけるのよ。サイコキネシスにテレパシー。超能力を使うとき灰島恵子の瞳を覚える。なんなのよそれは。つまんないツッコミ入れないの。そうなったらかっこいいだろうな。今の私は正義の夢より美味しいシチュー。じゃあね。超能力ね、今時流行んないわよ。
いつ見ても不気味な工場よね。娘かよ。さっきの犬。ベック、食料か。うちの夕飯なの。返してください。ああ、軍服みたいなの着てコスプレかしら。やばいなこいつ。お前高校生か。ですけど。どうする。は？救急車呼びます。それには及ばん。どうせ持たんのだ。え、なんなの、普通じゃないよこれ。頼みがある。これを。何これ。それを。大丈夫？ダメだが、それを、そのディスクと増幅バルブを君に託す。イバラ博士という男に届けてくれ。イバラ？ちょっと待ってください。私何が何だか。速やかに届ければ君に危険は及ばん。手遅れだな。こうも早く捕捉されるとは。騒ぐんじゃねえ。さすがは早掛けの兄貴だ。同じようで違う。こら、暴れるな。そうだ、関わったお前に運がないんだよ。こんなガキがねえ。待て、その娘は関係なかねえよ。どうする兄貴。どうするって、やるに決まってんだろ。ソロモンに食わせるか。それもいいが、この場で俺が始末する。早がけ。俺に指図はできんはずだ。駆け踏み、いや、工作員55号。裏切った理由は問わんさ。どうせ理解できるわけがねえ。しかしこの小娘に再起の素養があるとは思えんが。それとも、こいつただのつなぎか。その娘は、ただの高校生だ。似たようなのが3人いて、仲間割れ。おお、実験用のリバイバードッグか。一匹盗み出されたとガリーナ様から聞いていたが。うっ、死にとこないか。しょめ。ファクトは間違っている。からの力では何も解決せんのだ。つまらん討論に興味はない。それに貴様、この国への恨みを忘れたのか。娘、これを。うっ、しまった。巻き込んでしまってすまん。しかし、すっかり早かれ、日本人全員が関わり合いを持ってしまうのだ。この国をお前たちが守るんだ。日の丸、大丈夫か。兄貴こそ。ああ、とっさに離れた。しかし、娘は逃げたか。ついてるぜ、兄貴。あいつの学生証か。
したの？ずいぶん時間かかって。ちょっと恵子と話し込んじゃって。軍服着たのがいて揉めてて、とにかく分かってるのは私が殺されかけたってこと。警察に届けないと。それとも母さんに相談。なんだろうこのボール。影文って名前の人、これを増幅バルブって。増幅。マリカね。ハルミ、どうしたの？病気？ごめん、お姉ちゃんちょっと気分が悪いの。ふーん。でもママが晩ご飯だって言ってたけど。うん、食べる食べるよ。ご飯食べたら母さんに事情を話そう。父さんは帰ってきてるのかしら。食堂のテレビには夕方のニュースが映し出されていた。爆破事故。おい、なんだ近所じゃないか。マリカが小さい頃よく遊んでたあの工場跡ですよ、お父さん。ああ。あの二人組逃げられたの？だとしたら警察に届けないと。それにしてもここのところ物騒よね。空港爆破犯も捕まってないしな。しかし今時テロとはね。昔はよくあったけど、犯人外国人って噂もあるんでしょ。ああ、日本は世界中から嫌われてるし、金もあるからな。脅し目的の国際テロがあっても仕方がないさ。外国人。でもあいつら日本語使ってた。マリカは遅刻しそうな時よくあそこを通るんでしょ。まあよかったわね、事故に巻き込まれなくって。そうだね。明日からゴールデンウィークよね。悪いな、この連休ずっと仕事が入ってて。分かってますけどね。お休みなんでしょうね、パパ。すまん、ハルミ。それにマリカも。あ、この埋め合わせは夏休みにきっとする。あ、そうだ、今年の夏は外国に連れてってやろう。外国？いいの、そんな約束しちゃって。ああ、今世話をしているお客さんが旅行代理店の社長さんでな、いろいろと安くしてもらえそうなんだ。へえ、素敵じゃない。ね、外国ってどこどこどこ？エジプトなんかどうだ？エジプト？面白いぞ、ハルミ。ピラミッドやスフィンクスがあるんだぞ。ピラミッド？すごいすごい。ゴールデンウィークでケチに国内旅行なんかしても仕方がない。第一どこも混んでるからな。だがエジプト、一面大砂漠、文明の発祥の地、ロマンがあるぞ。ロマン、ロマン。だからな、パパを許してくれるか。許す許す許す。エジプトか、楽しそうよね。ごちそうさま。マリカ、マリカはエジプト嫌いか。外国なんて行けないよ。あの事件警察に届けたらきっとゴタゴタするんだから。二人組がすぐ捕まればいいんだけど、もし逃げてたら。おばあちゃん、マリカを守ってください。おばあちゃんの守り持ってなかったからあんなのに巻き込まれちゃったんだ。ごめんね、おばあちゃん。マリカ、ちょっといい？母さん。どうしたの、マリカ。どう言えば分かってもらえるんだろう。学校で何かあったんでしょ。あのね、今日お使いの帰りに。こんな時間に誰かしら。ちょっとごめん。
どちら様ですか？神崎さんのお宅ですね。どちら？俺の名はソロモン、人食いソロモン。どうだソロモン、やったか。弾が当たってれば死んでるはずだ。ガキのくせになんて冷静な。やはりイバラの関係者か。どうしたんだ。ママ銃を持った人だ。銃？バンバン、さっきの連中だわ、間違いない。どこだ。きっとこだ。私を殺すためにやってきたんだ。逃がすか。あれが渡ってはまずい。ソロモン。うわ、俺はソロモン、得意ソロモン。うわ、気持ちいいな。うまそうな。いただきます。ソロモン、夕飯は後だ。あの小娘はあれ、ディスクとバルブごと破壊しろ。俺に命令すんな。くそ。兄貴、小娘が。分かってる、ソロモン。ソロモンを連れてきたのは失敗だったか。騒ぎが大きくなりすぎちゃう。くそ。あいつ、人を食べ、よく見えなかったけど、間違いない。私も食べられる。間違いないんだな。ああ、匂いがする。小娘の乳臭い匂いがな。そうか、あそこだ。公衆便所か。デザートにしちまっていたな。ああ、ディスクとバルブを処分すればあの娘に用はねえ。だが残さず食らえよ。遺体はお前の胃袋に全て収めるんだ。言われずとも。娘の肉は柔らかいからな。死ね。いや、いた。逃げようったってそうはいかねえ。手間かけさせやがって。ここで死んでもらうぜ。信じられねえ。どうしたソロモン。俺は匂いめがけてこいつをぶっ放したんだ。逃げられるはずがねえ。無理な相談だな。貴様は俺たちの存在を知ってしまった。生かしておくわけにはいかん。そんなの知らないよ。兄貴、こいつ本当にただの小娘だな。ああ、影踏みも罪なことをするもんだ。そうだ、これ返す。光が強くなってる。バルブリアクションケース9レベル G へ移行。対応限界レベル。警告、警告。バルブが。
オルガ様でも使いこなせなかったバルブがこんな小娘に反応するだと。バルブ増幅、こいつ能力者だ。兄貴、選ばれた力だが目覚めてはいないようだ。ソロモン、限界レベル突破、限界レベル突破。何これって、機関銃の弾浮いてるの？バルブが破裂しただと？内なる意識が外なる力に。サイコキネス、何かの能力を増幅するボール。ケイコが言っていた超能力、私が？これは偶然なのか、それとも必然？バルブがこの娘の力を目覚めさせたのか？バルブは弾が当たる前に破裂した。あいつのポテンシャルが増幅量を超えていたのかよ。バカな、あのバルブは 999SP まで対応しているはずだ。しかしここで帰ったら俺たちが殺されちまう。アクトの力、思い切れ！娘が！の力、思い切れ！やはりその力、オルガ様と同じ念動力。念動力？クソ、こんなところで死にたくねえ。死んじゃうの？私がやったのよね、私が。マリカの問いに答えられるものは、だがここにはいなかった。バルブが読み覚ました超能力、それは選ばれた力。
誰が！見つけたで。金本明か。やられてもやられてもこりにあっちゃ。真実追求を阻む者にしよう。行き飽きたわ。これでしまいや。小物かいな。信長、メタカフェに帰んで。アキラさん、違うよ。ん？
敵を倒すのを喜んでるみたいだ。僕怖いよ。これが、え？これがうち本来の姿ってやつや。マリカやカナメに付き合うてるうちにアマちゃんになっただけや。アキラさん。アキラさんはやっぱりこっち側の人なんだ。僕とは違う。信長、どないしたん？うん、なんでもないさ。お前も慣れてきたもんやな。そりゃそうさ。ま、いっか。用内で。え？裏通りにおる。あいつらの気配や。これまでだな。死んでもらうぞ。死ぬんは自分らや。何？まずいな。こっちから行かせてもらうで。やめてくれ。殺さないでくれ。やかましいわ。うちは殺しとれへん。自分らが勝手にあわになってるだけやないか。そんな、俺は日が浅いんだ。俺がなんや。ちょっとしたストレスの発散だったんだ。俺の工場は日本人に乗っ取られて復讐ができると聞いて。トゥルマ、お許しを。命乞いしただけで消されるんかいな。アキラさん、アキラさん、この人まだ生きてるよ。生きてる。そっか、そら良かったな。あ、アキラさん、現人やないか。これで一安心や。山木君。あ、マスター、スパゲッティできてるよ。君の好きなボンゴレ。ごめんなさい。どうだい？うん、おいしいです。そうか。しかし加藤君があいつらに命を狙われていたとはね。マスター、
あの男のことを知ってるんですか？あ、アキラちゃんから聞いてなかったの？ああ、そうか。教えてください。あいつは何者なんですか？あいつって彼、加藤源一郎君はアキラちゃんの先輩みたいなもんだね。先輩？学校の？いや、みたいなもんだってアキラちゃんが。3年ぐらい前だったかな、この渋谷に流れてきたばかりの頃にね。ちょっと待ってください。アキラさんはここの生まれじゃなかったんですか？だって関西弁だろ。あ、そっか。で、アキラちゃんがこの町に来る前どうしていたか僕は知らない。とにかく彼女は3年前この店にやってきたんだ。気の強そうな目で僕を睨んで、ああこれはそういった筋の子だなって言ってきたよ。この子は不良だってさ。はい。注文を聞いても答えずにとにかく睨んでいた。それで僕はホットミルクを出したんだよまるで犬か猫ですね。何も言わずに飲んでくれてね。ま、それ以来さ、彼女はこの町に住み着いてここによく出入りするようになったんだ。そこであのトラブルがあったんだ。トラブル？そっから先はうちが説明する。長い話になるけど構えへんか？あれは3年前雨の日やった。ほら、タレメちゃん。マスター？ん？うちはタレメちゃんやらへん。だってここに顔見せてから名前も教えてくれないじゃないか。そう呼ばれても仕方ないだろ。うちの名はアキラ。金本アキラや。へえ、君の名前はアキラちゃんっていうのかい。前々から気になってたんだ。ねえ、君どこの子？汚い手どけんかい。な、何？手どけんや。なれなれしんや、この東京もんが。失敗したね。くそ。またねえか。恥かかせやがって。しつこいや。結局ガキじゃねえかお前が悪いんだ。大人をバカにしやがって。やめんか、このボケ。くそ。ガキがつけ上がりやがって大人の怖さを教えてやる。大丈夫か？うん。クズが。なあお嬢ちゃん、こんなことでこの町を嫌いにならないでくれよ。こんなやつばっかりじゃないんだ。いや、こいつだって初めからこうだったわけじゃないんだろうしな。お嬢ちゃんやらへん。え？うちは金本明。お嬢ちゃんやらへん。それがうちと源兄の出会いやった。へえ。加藤君は当時この辺り一帯を占めていた不良グループのボスでね。まあ不良グループって言っても立場の弱い者同士が寄り集まった結果だったわけなんだけど、うちは源兄の世話になったんや。当時は敵対グループも行さんおってなもち悪たればっかや。で、うちもそないな連中とやりおてるうちに喧嘩も覚えて今の力にも目覚めて。なら加藤さんってアキラさんの恩人？それ以上や。優しゅうて強うて、ほんまうちにとって憧れやった。せやけどな、
現任は高校生やった。こないな世界から足洗う日がついに来たんや。こうしてるとなんか家出少女みたいね。似たようなもんや。はかわいい。外出禁止令なんてこいつらには関係ないもんな。動物はいいわ、悪意も善意もないから。でもそれを飼っている人間は良くないわ。自分の都合だけで動物と接する。その子も捨て犬かしら。ごたごた抜かさんと。ファクトやろ。今楽にしてあげるわ。私はガリーナ。あなたたちに動物の真実の姿を教えてあげるわ。この計画を知ったとき、私は不安だったわ。だけど今は違う。こんなにたくさんのノラがいたなんてね。この町の人間がわがままってことよ。飼った動物の責任も取れない愚かな人間ども。私が復讐の手伝いをしてあげるわ。神崎さん、キリがないわ。うん、アキラさん。犬の嗅覚を甘く見ないことね。絶対に追い詰めてみせるわ。
マリカちゃん、どうするんだい？番犬？泥棒を見てるかも。カナメさん。犬の心を読めって？わかったわよ。やってみるわよ。泥棒の顔を覚えてるって言いたいんでしょ？ファクト機関の工作員が任務の途中小遣い欲しさに泥棒したみたい。何なのよ、まったく。カナメさん、大丈夫かい？平気なわけないでしょ。骨やらメス犬やら動物の心を読むなんて観念よ。犯人がどこに逃げたか分かった？群馬の三国山、隠れ家に戻るって言っていたわ。行きましょう。
戦利品を確かめるぞ。俺は新宿で盗んできたこの双眼鏡だ。安物だな。わしなんぞ品川で高級布地を盗んだぞ。そして俺が荒川で盗んだこの古ぼけた皿だ。おお、さすがは灰の花。これはまた高級な品を。まったく、略奪は答えられねえぜ。この国は金も物も余ってるからな。しかし緑の葉、物取りもこれぐらいにしておいた方がいいな。なぜ？バカ、こんなことがフランソワーズ様に知れてみろ。足から泡にされるぞ。だけど俺たち裏切ってもいないし、情報を漏らしたわけでもないぜ。任務があるだろう。任務？もう忘れちまったよなあ、青の茎。そうそう、見つけた。な、三人の再起か。よりによって。工作員が三人しかおれへんのか。あなたたち、その布地を渡してくれるんなら見逃してあげてもいいことよ。これは俺が苦労して持ってきた品物だ。日本人なんずに渡せるか。その苦労増えるだけやで。おい、ここは逃げるぞ。いや、どうせまた見つかるに決まってる。だったら工作員だからってバカにするなよ。そうだ、俺たちだって努力すれば。泥棒行為が成功し続けたせいね。自我が肥大化しているわ。行くぞ小娘ども。俺たちの実力とはこんなものか。血の温度では負けていなかったのに。これよこれ、すごい伝導率だわ。そやけどファクトは給料安いんやろか。知らないわそんなこと。だけどこいつらの全員が高い志を持っているわけじゃないって分かったわ。そんなのは一部なんだね。何が研究中の素材やからノーサンキューですよや。腹立つな。仕方ないよアキラさん。うちはまだ諦めへんで。
夜やな。どうしたの？まだ1時よ。これから合金研究所に行くで。本当にやるのかい？もうこの手しかあらへん。だけど泥棒だよ。金やったら置いてくさかいに。それに今は細かいこと言うてる余裕はあらへん。見張っといてや。いけない泥棒さんね。なんでお前が？保身のためからかしら。最近は協力者も増えてきたのよ。パクトの構成員は民間人の中にもいる。あの職員グルやったんかいな。泥棒には番犬ね。たかが犬ころうち一人で十分や。おやり！リバイバードッグの唾液には人間の中枢神経を麻痺させる猛毒が含まれているの。なんだ？中で何かあったみたいよ。アキラさん！バカだれ、来るのが遅すぎるで。アキラさん！アキラさん、苦しそうだ。ガリーナってやつ、笛を使って犬たちをコントロールしていた。笛は音、音は空気の振動。山木くん。なんだい、カナメさん。金本さんの面倒は任せるわ。神崎さん。うん、あの犬使い、必ずここに来るわね。どうするんだい？逃げ回っていても仕方がないわ。こっちから仕掛けましょう。アキラさんの面倒ってどうすりゃいいんだよ。カナメさん、あの犬やカラスは私が引き受けるわ。カナメさんは操っているあの子。いいけど、何か策があるの？うん、私の考えていることが当たっているならかなり楽をして戦えると思うの。がいるはずよ。We'll be right back.
神崎マリカ、あれだけいたあの子たち、そんな音波よ。何かの本で読んだことがあったの。犬や動物はそれぞれ人間が感知できない音波を聞き分けることができるって。私の PK は物質を動かす力、そうした音波を作り出すことだって。行くわよ。これで！そら！Bye.